はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。現在配信半年突破記念ということで、木村ちゃんと木場妹立川が、ピックアップキャラとして、まあ、出現率6倍で、来ております。で、内容としては、10年ガチャ初回 と、2回目は SR 以上1枚確定で、3回目は、SR 以上の女子キャラが1枚確定と、まあ、あの10年3回目までは必ず SR 以上が1枚入っているという、まあ、なかなかねいい感じのガチャになっていると思います。というか、まあ、内容としては、なかなかっていうかかなりいい部類に入りますね。まあ、なので今回は、まあ、3回は引いていこうかなと思ってます。で、まあ、一応この3キャラの中でいくと、まあ、やっぱり立川ですね。まあ、変化球キャラの立川が、まあ、一番欲しいです。で、木場妹と、木村ちゃんも、まあ、せっちゃんがねいなければもう本当に誰が出てもよかったんですけれども、まあ、今のところは、まあ、せっちゃんがいるので、彼女キャラがどうしても欲しいというわけではないので、まあ、この中でいくと立川が自分の中では一番欲しいかなと。まあ、もちろん木場妹でも、木村ちゃんでも、まあ、いいんですけれども、まあ、なので今回ね、まあ、キャラも結構いいキャラですし、SR 以上が必ず手に入るんで、まあ、パワーストーン余裕がある方については、まあ、ぜひ引いていただければと思います。じゃあ早速、ガチャの方に行きましょう。まあ、また例によってねこっちの場合はあのボックス整理が必要ないんで、じゃあ10連ガチャで行きましょう。行きます。まあ、あの3キャラがね絶対出てくるわけではないんで、とりあえず SR キャラが出るには出るけど誰かは分からんと。まあ、とりあえず1枚ですね。アンヌか。あ、でもアンヌもね、立川が来ればねコンボが、葵ちゃん絡めてのコンボがあるんでいいんですけど、てか騎馬妹いっぱい出るな。さすがにピックアップされてるだけある。で、木村ちゃんは普通と。せっちゃんの R が来たか。せっちゃんもねやっぱりレベルは上げていきたいんで、初回はアンヌでしたと。じゃあこのままそのまま、2回目も引きましょう。パワーストーンが減っていく。まあ、とりあえず3回引いて何個か2個とか出てくれると、おお、いいね。まず最初か。おお、やべた3か。まあ多分使わないね。総力キャラはね、もう優秀キャラの日野くんがいますからね。で、カルロスもね総力キャラの中では結構いいですからね。さあ、これはゲンちゃんか。かぶったな。ゲンちゃんも使わないからな。ちょっと2回目は、2枚出ましたけれども、まあ微妙な感じですね。立川が来ないね。やっぱりね欲しいのってね来ないんすよね。神高も来なかったしな。立川もな欲しいんだけどな。次は女子キャラなんで、まあ誰が来るか。じゃあラストの30連目いきます。まあ、多分2個とか出たとしても多分1枚だけ女子キャラが確定だとは思うんで。おお、また2個来てますね。これかな。そうするとひじりちゃん、うど、まあ、両方かぶりキャラではありますけど上限を解放していきましょう。まあ、うどくんもねあの全然使えるキャラだし、まあ、ひじりちゃんささやきのねイベントがちょっと重いんですけれども、そもそもひじりちゃんねレベリングが全然終わってないんでというような感じでした。なので、まあ、ちょっとボックスの方、あ日付が変わってる。あ、そうそう、日付で思い出したけど、前回太平楽の動画を上げたじゃないですか。で、俺太平楽のイベントが11月の4日ってねやってると思ってて、あのぜひ北雪キャラを使ってみてくださいみたいなこと最後に言ったんですけど、もうあの終わっちゃいましたね。なんかすいませんした。プレゼントリスト、坂本源とひじりちゃんとうど、矢部田さんか、この4枚になりますね。まあ、なんでね、あ、どうしてもこれだっていうキャラはなんか出なかった感じはしますけれども、っていうかね結構 SR も増えてきたんでどうしても被りが、出てきちゃいますよね。あとはまあその有能キャラをどれだけ上限解放できるかっていうのも経験との伸びに、関わってきますので、
まあ、坂本とかはね、そう前回あの有村2枚出て有村重ねちゃったんですよ。本当はねミキサーが実装された時にミキサーに1枚ずつ投入するのがいいんですけどちょっと重ねちゃって、坂本源とかはこのまま、残しておきたいと思います。というような、感じで、まあこれはね、今回やっぱり立川はね出なかったんですけど、まあなかなか美味しいガチャなんで、まあぜひやってみたらと思いますので、今回はとりあえずこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。